皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、このピンブラシの使い方についてお話ししていこうと思います。じゃあ、本題に入る前にお知らせなんですけども、この YouTube もね、僕毎日やってますけども、あとね、YouTube の以外に、ブログ、あと Instagram ですね、それ僕も毎日やってます。ブログだったら僕の思いですね、あと Instagram やったら、ここいこの様子をね、アップさせてもらってますので、よかったら概要欄から見ていただけたら嬉しいです。じゃあ早速ね、本題のこのピンブラシの使い方なんですけども、これ見えますか、これこのやつね、はい、このやつ、ちょっとスリッカーブラシって言ってね、こういうやつとはちょっとまた違うんです。で、使い方なんですけども、基本的には毛の長い子に使ってあげます。はい、どれぐらい長いんですかって言うと、はい、これぐらいです。この手先の方とか、この耳の方ですね、はい、あ、ごめん、はい、これぐらい長いと、このスリッカーブラシだとね、ちょっとやっぱり引っ掛けちゃうんですよね。で、毛が切れたりだとか、してくるので、やっぱり毛がね、せっかくふわふわの毛やのに、それが切れちゃうとやっぱ少なくなってくるんですよ。なので、このピンブラシっていうのを使ってあげるんです。で、今このポンちゃんね、あのポンちゃんにいます、はい、は、トイプードルっていう犬種なんですけども、やっぱ毛がどんどん見てきて、カットによってはやっぱりね、これが もわっとしてくるとやっぱ必要になってくるんです。この犬種以外にも、まあ、ポメラニアンだったりだとか、あとシーズンのフルコートもそうですよね。あとヨークシャテリアもそうです。まあ、なんせこのふわっとする、ふわっとで伝わりますかね。ふわっとする犬種は、やっぱりこのね、ピンブラシというのはかなり必要になってくるんですね。なので、それをね、ぜひ使ってほしいかなと思います。じゃあ具体的にどういう風に使ったらいいのかっていうのを宿題でお話しさせていただこうと思います。ぜひね、見ていただけたらと思います。では、今日の宿題はこれです。はい、ですね、今日は、ピンブラシの、ね、使い方ということで、お話しさせてもらいました。こういう、ね、毛がふわーっとした犬種の子、ね、か犬種じゃないな、カットスタイルとか毛の子に関しては使ってあげましょうということなんですね。じゃあどういう風に使ったらいいのかということなんですけれども、まずも、あ、ごめんなさい、切っちゃった、まず持ち方っていうのも、まず軽く持ちましょうね。ここをグッと持たらダメですよ。軽く持つ、軽く持つ、はい、軽く持つ、で、軽く持っていただいて、よいしょ、ここの毛があったら、まあ一緒です。スリカーと一緒です。こういう感じです、はい、こういう風に取いてあげましょう。今ちょっとね、ポンちゃん慣れちゃってるんで、ちょっと5本指わざと抜いてますけども、まあ1、2、3ってやったら5本指とかっていう感じですよね。はい、よいしょ、こういう感じ、こういう感じ、はい、で、やっぱりあのコームとスリカーの合いの子なんで、やっぱり毛がね、抜きにくいんですよね。はい、で、ちゃんと溶ける。ただし、これね、毎日ブラッシングする方に限ります。2、3日に1回とか1週間に1回にされてる方は、これ引っかかりすぎるんで、逆に溶けてないはずなんですよ。毎日毎日毎日するから、これスムーズが入るんですね。なので毎日される方で、こうね、ふわっとする方は、ぜひこのピンブラシをおすすめさせてもらうので、ぜひ使っていただきたいと思います。うちの子どうなんやろっていう方は、よかったら聞いてください。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。